ニックリベラ・カミネロ、芸名、ニッキー・ジャムは、アメリカ合衆国の歌手。トラベシュラス、テブスコ、エルペルドン、アスタ・エル・アマネセール、エル・アマンテなどのヒット曲で知られている。マサチューセッツ州ローレンスで、ドミニカ人の母とプエルトリコ人の父のもとに生まれる。ニッキーが10歳の時に、プエルトリコに引っ越した。ホームレスが冗談でつけたニッキー・ジャムを使いレゲトン。 歌手として活動している。ニッキー・ジャムは雑貨店で不法に働きながら音楽活動を始め、14歳の時に音楽プロデューサーに見出される。1枚目のアルバムは、ヒットしなかったものの、DJ 上 DJ プレイロや DJ チキンなどから注目を浴びる。1枚目のアルバムの後、ダディ・ヤンキーと出会い、彼と非公式流を結成する。サバナス・ブランカス、グアヤンド、 シンティールテなどのヒット曲をリリースするも、双方の個人的問題により、パートナー関係は2004年に終わりを迎える。二人は2012年に数年ぶりに曲をレコーディングした。2000年代後半にコロンビアに移り、キャリアをやり直す。ボイ、エーベベール、ツプリメーラベス、ピエンサスイエヌミ、クリオシダド、ウエゴスプロイビドスなどが有名。2015年に、 ラテングラミーアールフォーベストアーバンパフォーマンスを受賞した。ありがとうございます。